契約書を送ってサインしますからそのオーナーからやっぱり貸せません、みたいな結論できます。オランダでいいなって思った一番の教育的なところは自分でオランダの教育こうっていうのはじゃあオランダの教育全部知ってるわけじゃないから言い切れない部分当然ある。ただまあ自分たちはオランダの教育に興味持ってきたっていうのとあと実際自分の子供たちが、まあ、学校行っていたりあと僕が個人的にオランダの学校を回る研修みたいなのに行かせてもらってっていうところから感じることっていうと子供に合わせてるなすごく強くあるかなと思います。日本が全てダメじゃないけど例えば日本だと引っ越ししましたでそこで住民登録します。公立の学校に行きたい私立でなければとインターナショナルスクールでなければこの学校に行ってくださいって指定されるじゃないですか。つまり学区で決まってるわけですね。この住所だったらこの学校。オランダはその学区っていう概念がないからどこに住もうが通えるんだったら行きたいとこに行ってくださいと。車で1時間かかってもそこがいいって言ったら入れるんだったら別に入れるし徒歩5分のとこかもしれないし自転車で20分ぐらいとかかもしれない。入れるんだったら、まあ、選んでくださいね。それは私立だろうが公立だろうが、まあ、その時点で仕組みが違うと、まあ、なのでこれぜひ伝えたいのが家探すの大変でしたって言いましたけど次に大変になるのはお子さんいらっしゃる人は今度学校探しマジ大変です。なぜかっていうと入れないとかあるんですね。一応政府のサイトで自分の郵便番号を入れると徒歩圏内から例えば3分以内にこことか10分だったらここって言って学校一覧表みたいなのが出るサイトがあるんですよ。でそこで調べて30校ぐらいに30校全部ですよメールしたんですよ。まずほとんど帰ってこないっていうのとコロナの影響で人手不足すぎて対応できなくなってるっていうのとだけど入れないんですごめんなさいの理由は一つは学校に枠がいてないから入れないっていうのとオランダ語が喋れない子供はうちの学校受け入れられないですっていうのが結構あって当たり前ですけどうちの子供たち来たばっかだからオランダ語なんか喋れるわけないし英語さえ喋れない状態だからそういう子たちは受け入れられないんですって結構断られて、でもその中で何かの校長先生が、まあ、すごくありがたかったのがこの別の学校あなた問い合わせしたの、この学校は割と移民系の子がいたとしても大丈夫な学校だから問い合わせしたの、2人か3人ぐらいの校長先生が同じ学校を言ってくれたんですよ。でその学校僕らの候補に入ってなくてひとまずもう問い合わせしようって言ったらすぐ返信来て一回ちょっと話聞きに行っていいですかって言ったら本当ラッキーなことに上の娘も下の息子も2人同時に入れる枠空いてるよ、家からバス乗ってトータルで20分ぐらいかかるけど入れないと大変だし、あのオランダの法律って5歳以上から義務教育になる、でうちの娘はもう5歳になってて学校入れてないと罰金になるからちゃんと早く決めなさいってすごい言われて、いや決めなさいって言われてるけど入れてくんないんじゃんってなってたんで、まあ、その学校に、でその学校がオランダ語ゼロの状態でも受け入れれてオランダ語を教えつつちゃんと小学校の勉強させますよっていう本当にラッキーにそういう学校で、そこが一番最初だったっていうのはめちゃくちゃラッキーでした。逆に言うとその学校ってオランダ人が一人もいないんですよ。移民の子ばっかりで、あ、日本人の人はいなかったけどアジア系の人とか、まあ、イスラム系の人とかあとはウクライナの東欧の人たちっていう、もうバックグラウンドはオランダじゃないっていう人たちの、だけどオランダに住んでるその子供たち、本当に先生のそういう体制がすごく良かった。10人ぐらいしかいなくて各クラス、だから一人一人めちゃめちゃ見てもらえるし10人ぐらいいないのに先生2人以上だよ。で違いで言うならば自分のことを表現する、自分の感情をちゃんと言うっていうのをすごく重視してる。黙ってたらわからないよね。で日本の場合逆に黙っているといい子とか従順とかみんなでやることをやってる、こっちの人はいや言わないとわからないっていうのが結構あって、これ学校によるから全部じゃないんでしょうけど結論できます。オランダでいいなって思ったの一番の教育的なところは自分で決めさせる、自分で決める機会っていうのをめちゃくちゃいっぱい取らせてる、それが多分一番大きいかな。幸福度ランキング1位の理由にも紐づいてくる、子供が幸せを感じるのはなぜなのか、自分で決めてる、自分が決めるっていうことを本当にちっちゃい子がたくさんやってるから自分は自分の人生切り開けるって自己肯定感につながってる気がするんですよ。やれると思ってるんですよね。だって今までやってきたから。そこが大きな違いな気がしていて、例えばじゃあ日本の幼稚園だと朝何時に着きました、最初にやることはこれです、その後歌歌ってその後にこれやってって全部カリキュラムも決まっていて、そのカリキュラム決めたのは誰なんですかっていうと先生なんですね。だけどオランダの場合もちろんカリキュラム決めたりするんだけど、幼稚園で例えばじゃあ行きましたってなったらここのテーブルはブロック作ります、ここは粘土です、ここは塗り絵しますみたいな島が分かれてて、はい今日何やりたいですかって言われるんですよ。今日はじゃあ塗り絵の気分かなって、飽きたら変えてもいいしっていうのがそもそも選んでる。うちの子供たちの学校がまさにそうだったんですけど、
その日の気分を表現するんですよ。でも日本だったら転校して何々さんとか何とか、はい元気ですの一択しかなくて、いやちょっと今日調子悪いです、今日ちょっとお母さんと喧嘩してイライラしてますって言えないじゃないですか。いい状態で行くのが当たり前みたいになってるけど、そんなわけはないわけで、13個ぐらい感情が写真に書いてあって、自分のマグネットを今日朝来た時の気分で置く。ただすごく幸せ、楽しいとか悲しいとかイライラしてる、ちょっと怒ってる、全部書いてあって、でそこで例えばちょっとイライラしてるとか悲しいとかあったら先生聞くんですよ。どうしたの、会話するから、いや実はお母さんにすごい怒られてもうすごい悲しいのということを引き出そうとするし、子供は言っていいんだとか、すごく面白いなとか、むしろしないと周りの人は分かってくれない、まあ、今なおうちの娘は特にそれを結構、まあ、苦しんでるっていうかね、黙ってたらみんなが察してくれて大丈夫よじゃなくて、いやいや言わないんだったら分からないよ、散々突きつけられてるんで、そこに関しては僕らもサポートしつつ自分の表現できるようになってほしいな。だからプレゼンしなきゃいけないし、自分の思いを自分の言葉で言えるようにならないとみんな分かってくれない。だからそれが大人だから子供だから関係なく、私はこう思いますと、これが嫌だった、これがちょっと不快だったっていうことを、お互いそうだったんだね、対話がやっぱり生まれる関係性、自分だけの意見じゃなくて、例えば今日の授業に関してはなんとかちゃんのあそこの配慮がすごく良かったと思いますとかっていうことを例えば表現させたりとか、プレゼン回数っていうか多い気がするんですよね。その僕らがオランダ住み出してすぐぐらいからロシア・ウクライナの戦争がパッて始まっちゃった時に、まあ、その学校って東部の人も結構多かったりしたから、小学校4年生の女の子たちがそれぞれのクラス回ってプレゼンして、何をプレゼンしたかっていうと、家にあるあのペットボトルを学校に持ってきてくださいと。でこっちってペットボトルはスーパーマーケットとかに持っていくとお金として換金されるから、集まったペットボトルの換金されたそのお金をウクライナのその戦争のやつで募金するから、小学校4年生の子供が幼稚園から6年生のクラス回ってプレゼンしてるんですよ。すごいと思って、しかもそれをやりなさいって誰かに言われたわけじゃなくて、多分何ができるんだろうってその子なりに考えた結果がそれだったんですよ。特殊な事例かもしれないけど、そうやってアクションを起こして、しかもそれをみんなにプレゼンして、あ、そういうことをやるってすごいなって。あるかないかで言うと絶対あると思いますよ。あると思うし、日本では経験しないようなことを経験することもあるけど、他の国に比べると比較的少ない方なのかなっていう印象はあるし、それは何でかって、もうそもそも多民族国家っていうか移民の受け入れをしっかりやってるから、いやみんな肌の色、髪の毛の色、目の色違うに決まってるじゃん。例えばうちの子供たちの学校には金髪の子供がいて、髪ドレッドの子供がいて、肌がね朝グループがいて、もう全然違う中で、私なんで髪黒いんだろう、ね、アジア人の子は基本髪が黒くて、違うっていうのが当たり前っていうのを最初から、そもそもだって喋ってる言葉は違います、宗教も違います、普通状態で結構育ってるから違うことが当たり前だねいうのと、実際に起こったことで言うとですね、娘は同じ学年で言うと体がちょっと大きい方に入るんですよね。でこの間笑っちゃったのが、オランダ人の平均値の中で割と上の方で、オランダ人でも身長大きいから、これ日本人の平均で言うとどう考えても相当上の方に、体大きいからあんまりいたずらされないんですよ。一方で息子は日本の平均の中でも体が結構小さい部類に入るから、すっごい体が細いしちっちゃいとやっぱ標的にされたことがあったんです。実は学校でね、いじめっていうかそういうのにやられてて、一つ思ったのは、自分で自分の身を守る術をどっかでやっぱり僕ら教えなきゃいけない。残念ながらそんなことないことが望ましいけど、そういう時に親として僕はもうはっきり学校の先生に抗議しました。校長先生にもはっきり、これ続くんだったら警察連絡するし、なんなら学校辞めますときつく言って、まあ、それで以降亡くなりましたけど、たまたま息子がポロッてこれ嫌なんだよねって言ったのがきっかけで分かったんですけど、あとは他の人たちだと白人の子がかり行くようなエリートの学校ですにポンってアジア人一人だと先生の対応がちょっと変っていうのもまあ聞いたりはします。なんか全くなくてって望ましいけど、まあ、やっぱそういう現実もあって、ただ、まあ、究極嫌だったら変えればいい。これのオランダのいいところで、この学校合いません変えます、はい OK っていうのがすぐできる、転校します、はい OK、まあ、もちろんそれくんにはちゃんと校長先生と喋ってとか、何が原因で学校行きたくないのかとか、ちゃんと原因を追求しようとかやりますけど、もう別にそんなことをつべく言わずに、もうこの学校変えますって言ったら比較的簡単に学校を変えることができる。嫌だったらやめていいが本当にできる。で今僕らたまたま、まあ引っ越した関係で学校に変えなきゃいけない、それはあの通えなくなっちゃったんで全然違うし、本当に何人であろうがと寛容だし、それがなんてなのかなっていろいろ考えますけど、一つは比較してないっていうのがありますね。うちの家はこうで相手の家はこうだから、ああだこうだとか
こっちの家はこれやってるからうちの家やってなくてとかっていうよりは、そもそも他人に対して関心持ってないのかなぐらい別に興味ない、だって他の家は他の家なんだから、うちの家はうちなんだから関係ないでしょっていうスタンスが本当みんなそうだから、みんなこれやってるからやらなきゃいけないよねとかっていうプレッシャーもないし、逆に言うと他の家が何してるか別に僕らも気にならないし、ラッキーなのは僕らの例っていうと、子供たちは一回も日本に帰りたいって言ったことがないですよ。もちろん旅行でとかおじいちゃんおばあちゃんに会いたいからとか日本のおもちゃが欲しいからっていうのはあるけど、ずっと住むために帰りたいかっていうと、それこそ休んでた時に言ってたのが、早く学校始まらないかなって言ってたんですよね。だからたくましいなとは思ってます。はい、子供たちの変化っていうか、もう柔軟性はもう本当にすごいなと思いますけど、子供たちは英語も喋れません、当然オランダ語のベースもない、だってなんなら日本語もそもそもベースとしてはまだまだできてない状態でこっち来て、本当多分最初大変だったと思うんですよね。だって、ね、学校で何言われてるか全くわからないっていう中で、まあ勉強って言っても机に座ってガリガリ勉強するっていう幼稚園のまあちょっと延長みたいな感じで、まあ遊びを通してっていうのがあったし、まあ先生の多分フォローが本当良かったからと思うんですけど、家で急に呪文みたいなことをいきなり言い出したんですね、子供は。何言ってんのオランダ語で1から20まで数えてたのって言われて、僕その時ですよ、1すら分かんなかったです。オランダ語で1ってなんていうかすごいな子供って。でそこから先はどん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 オランダ語習得していって、一方で一応僕ら家族の中のルール決めたのは、家の中は日本語にしましょうと。ただそのある期間もうちょっとオランダ語勉強させてほしいとか教えてほしいって言われた時期があって、なぜなら学校でのちょっと勉強が大変になっちゃうし、進級そのままだとできないかもしれないからっていう時があった時は、例えばオランダ人の友達に家来てもらってオランダ語喋ってもらったりとか、下さん来てもらって喋ったりとか、わざと YouTube とかテレビ見るのはもう全部オランダ語オンリーにしてねみたいな、一時そういう時期はありましたけど、基本して僕らの会話は全部、まあ妻は日本語しか喋れない、僕も日本語になるから、もう家の中で日本語にしましょうっていう風にルールとして決めましたけど、時々2人はオランダ語で喋る時があったりとか、下のね娘に対してはちょっとオランダ語でポロっていう時があるから、どうしてもこの比率は今後どん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 オランダ語の方が大きくなっていって日本語が少なくなっていくから、今度日本語をどうしようかな問題がなってるところですけど、子供たちの順能力本当に驚かされてますね。まあ体調崩して熱出たとかありましたけど、基本的にはもう元気で学校に毎日楽しく行ってくれる、彼らを見るだけで僕らめちゃくちゃ元気もらえる、そんな大人がビビってちゃダメだと。親としての変化っていうのはまだまだできてないこと本当にあるけど、どうなるっていうことを可能な限り限りなくゼロに近づける努力をめちゃくちゃするようになりました、子供に対してですよ。それってなんでかというと、オランダのその教育的に大人が仮に親であれ5つの子供に対して感情的になってそれをぶつけるっていうことはやってはいけない行為である、下手したら虐待ですって言われてもおかしくない。でこれ例えば日本の感覚だと、外でおもちゃ買ってとかってぐずった時絶対皆さんねあると思うんです。いい加減にしてもこれ次の予定があるのにみたいなって時に、もういい加減にしなさいって例えば怒ったりすることあると思うんですけど、それ自体もし外でやってて誰かに見られたら通報される可能性がある。叩いちゃうとか殴っちゃうなんてもう言語道断、だって言葉でそれを言うこと自体がダメなんだから、そんな手出すなんて絶対ダメだしっていうのを聞いて、これほんま気をつけなきゃいけないと、ついつい僕らってきつくガチンって怒ってその場を何とかしようとするけど、それやっちゃうとこの国ではダメなんだっていう言葉知って、じゃあどうしてんのかなと。他の人たち結構落ち着くまで待ってたりするんですよね。それは言うんですよ。そうやって感情的になってたら、あなた自分の言いたいこと言えないでしょ、で私も落ち着いて聞きたいから落ち着くまで待つからね、逆に言うとその落ち着くまで私は話しませんよとっていうの結構やるし、例えばどっか博物館とか美術館、その子供が遊ぶようなところでギャーってなってる子がいたんで見てたんですよ。そしたら人の迷惑がかからないような隅っこに子供をこう抱っこして連れてって、どうしたのすごいお母さんの方が冷静に、子供うわーってなっててもすごい冷静に振る舞ってるから、これはすごいちょっと学ばなきゃいけないね、偉そうなこと言って結構家の中で怒ってるんで、その度に後悔っていうかね、すいませんって反省してるんですけど、減らさなきゃいけないし、2人が共に感情的になるのはもっとダメだなと。お母さんがギャーって怒ってることに対してこっちもギャーってなるのをできる限り、例えば僕がこうスッて引き離しても落ち着くように時間取るとか、逆もしかりですね、バランスは考えなきゃいけないっていうか、それすごい気にしてますっていうのと、何でもやらしてみようが大きくなったかなと思います。例えばこの YouTube 見てて宇宙に興味ありました、じゃあ宇宙描いてみよう、で本人わーって描いててすごい楽しそうに
じゃあ宇宙の図鑑を買って渡してみようと、もっと YouTube で細かく喋ってるのを見てみようとか、もう突き詰めちゃう。その子が好きなんだったらそれを味わい尽くせるぐらい、別にお金を払ってって意味じゃなくて、なんかそういう環境をこっちが整えてあげた方がいいんじゃないか。宇宙の例は息子ですけど、じゃあ娘に関しては少女漫画がめちゃくちゃ好きになっちゃったんですよ、日本のね。もう持ってるけど子供たちが例えばもう大きくなって全然使ってませんっていう日本人の方もいらっしゃったりするから、その人たちからまあ譲り受けて何十冊っていうバサッと出すと延々読んでるんですよ。でさらに漫画描いててやってるから、好きなやつがあるならもうとことんハマらせてあげていいんじゃないか。いやそんなことばっかりやってんじゃなくて他のことしなさいって言いがちだけど、そうじゃなくていいんじゃないと。こっち来てから子供にやっぱ選ばせる、自分で選んでいくっていうのをどんどんやってあげないと、こっちが管理する、自分でやりたいことどんどんなくなる、元気なくなるみたいになっちゃうから、結論でいくと僕と妻が余裕がある状態じゃないと子供たちをいい状態にしてあげられないんだな。自戒を込めてですけど、3人いるから数的不利なんで、親の方がいつもボール回されちゃうんで、まあ、途中でもう決めたのはこれコントロールしようとすること自体が無理だと。だったら、まあ、危なくない限りで自分たちがやりたいようにやって、それをまあ見守る、困ったことがあったらまあサポートできますよが、まあ、一番いいのかなって思ってますし、どういう風な大人になるのかなっていうのは楽しみではあります。僕らが教わってる、学ばさせてもらってるし、ありがたいことに子供が生まれれば生まれるほどカオスになっていって自分の価値観とかぶっ壊されるわけですよ。大人だからこうやってだったらこうなるとか、こうやってやったらこうすればいいとか、もうそもそも3人いる時点でそんなの理屈ですってなった時にどうやって楽しもうかな、どうやってこの変化に対応しようかなってするしかないみたいになっちゃうから、予定通り行くことなんてまずないし、相当それは鍛えられてる気がしますね。全体的な比較で言うと、まあ、スペインの方が戦術的には緻密で細かいなっていう印象、オランダの方がちょっと大味で結構アバウトで、それは何でかというと、やっぱりヨハン・クライフの影響が大きくて、ダッチフットボールって言ったりトータルフットボールって言われますけど、基本的には 4-3-3 で広がってボール動かしながら、さあどうやって攻撃しようかなっていうサッカーをやる。相手もそうなんですね。これ結構オランダのサッカー見てびっくりだったのが、相手が明らかに格上です。例えばアヤックス、こっちは買い争いしてると、で対戦するってなった時、通常であればどうやってこう良さを消して、まあ、守備的にいって、例えば 1-0 とかって最初のスコアでなんとか勝つかっていう戦略をするのかと思ったら、真っ向勝負するんですよ普通に。まあ、全チームなんかってなったらそんなことないけど、でも基本的に僕見た限りはほとんどそうだから、だからこっちがゾーンで守備でもう完全にリトリートしてやるかっていうと全然そんなことなくて、だから中盤が結構マンツーマンみたいになるんですよ。そうすると何が起こるかっていうと、縦パスが入りやすくなるんですよ。スペース空くから縦パスがバンバン入ってくると、ウイングの選手と相手のサイドバック、またはセンターフォワードとセンターバック、どっちが強いんですかみたいな勝負になって、その勝った方が勝ちます。ある意味サッカー全体像の中の最後は個人ですみたいな戦い方が、結構点が入る大味なゲームが多いし、そういうことを求めている感じですね。相手がアヤックスだから、今日はもう 0-0 でいいですって、守備はっきりやりますってよりは、行けみたいな、先にその下位のチームがボーンって点取っておーってなるけど、試合終わったらその後4点ぶち込まれて逆転されてたとか、そういう大味なのがあるのは、まあ、それを好きだっていうのと、それによって結構個人の能力を引き上げるようにもしてる気はします。だからそれがスペイン人だったら絶対そんなことやったら2秒で首になるよみたいな、相手が例えばバルサで俺らもボール動かしに行くぜみたいなことやってたら、まず選手から何言ってんのってなるし、上層部からも何やってんの、それでもって 5,6 点取られて負けたらはい首ですよっていう風になるはずなんですよね。だけどそれがオランダ結構楽しんでる気がするから、その攻撃的っていうのと、こう中盤でスペースが空いちゃう、なんか現代フットボールっぽくない。だからオランダのチームがチャンピオンズリーグで上位に行けないのはそこも理由だったりするんです。やられちゃうんですね。特に守備で我慢できないとか、守備でゾーン組めなかったりするから、こうやられる原因になるかもしれないけど、オランダ人としては全体的に見たらそれ分かってるけど、気にせず個人がそこで行ききるようにさらにやってって、個人をビッグクラブで売った方がお金になるじゃんっていうのも思ってるんですよね。だからチームとして強くなりたいとか、チームで勝ちたいはあるけど、どうやって個人その中で伸ばしていってスーパースターをファンタイムみたいに出てくるっていう方に、自分たちの国の立ち位置から考えてそっちの方がいいんじゃないっていう風にやってるのは結構オランダっぽいなと、まあ、合理的だなって。だから若手を結構出します、ね、
あの試合に出させる22、3歳ぐらいから26、7歳のちょうどいい時期の選手がごっぽりいなくて、めちゃくちゃ若いか結構ベテランで過去いろんなリーグでプレーしてて帰ってきましたっていう人たちが割と戦ってる印象があるし、まあアヤックスの B チームに関して言うとオランダリーグ2部にいるんですけど、平均年齢18歳、19歳でプレーしてるんですよね。それで2部で戦ってまあまあ上位行ったりするんで、2年ぐらい前倒しで育てない間に合わないんですよ。高校卒業してからプロになってくれたらいいねじゃなくて、高校在籍中に2部でプレーできるぐらいじゃないとダメだよねってなってます。これはすごいなと。若手をガンガン使うっていうのが監督としても絶対そうしてるかどうか分かんないですけど、そういう風に選手の使い方っていうところでいくと若い選手に試合経験積ませようっていうのは結構あるなと思いますね。まだまだオランダのサッカー界にどっぷり入ってるかっていうと、まだ外からちょっと見てる感じなので、なんか仲くなるようなクラブがあったりとか、定期的にそのトレーニング行ったり、あとコーチ監督と話せるようなとこがいくつもあったりっていうのはこれからやっていきたいんですけど、ついこの間オランダのサッカー協会からアマチュアリーグトップ100っていうランキングが出たんですよ。アマチュアのクラブ2000ぐらいあるらしいんですけど、どのぐらいの期間で回れるか分かんないですけど、一通り見たら大体いろんなこと分かってくるかもしれないな。まずは家の近くから通えるところにいくつかあるんですね。そのトップ100に入ってクラブあるので、そことコンタクト取って、でそれを定期的に見に行って、あ、こういう風な組織体でやってるんだなとか、予算ってこのぐらいでお金こういう風に回してるんだなとか、いろんなクラブを比較することによってオランダの全体像を掴んでいくのと、でその中でどういう選手が育っていくのか、どういうメソッドでその選手を育ててるのかっていうことも深く知っていき、日本だったらこんなやり方できるんじゃないですかやっぱり提案するところまでやりたいので、来シーズンに関してはそういうアマチュアクラブいろんなとこ見に行きたいかなとは、まあ、直接行ってみて話してみるという人がいれば、まあ、でもアポは取っていった方がいいと思うんで、まあ、ホームページ大体載ってるんですよね、問い合わせ先は。そこで問い合わせしてみようかなっていうのと、まあ、いくつかのクラブは自転車で行ける距離だから試しに行って見てきたりはしてます。あと施設がどういう感じなのかとか、環境が良すぎますね。グラウンドの数がありすぎるっていう意味でですよ、天然芝人工芝のグラウンドを町のクラブって言ってるのに4面5面持ってますとか、普通なんでそれが1面じゃないから、この環境は真似できない。今から日本のクラブが本当に J リーグのクラブじゃなくて町のクラブが、はい、じゃあここに3つ作りますグラウンドとか、いやいやそんなことできないぞってなるから。あとは結構ボランティアのコーチが多いんで、まあ、だから子供の月謝がすごい安くなるですよね。人件費をかけないようにクラブ運営することによって子供たちからお金取るのやめましょうと、スポーツでできる機会を増やすとっていうのがあるので、200-300ユーロだったりするんですよ、年間差。だから日本円で2万から3万円、まあ多くても4万円が1ヶ月じゃなくて1年ですからね。日本下手したら2万の月謝だったりしますからね。それなんでできるかっていうと、まあ、グラウンド代がほとんどかかってない、人件費をかけてないってことは、人件費かけないように運営するってことは、どうやってそのボランティアコーチ集めてるのか、またはそのボランティアコーチたちにそのクラブのメソッドをどうやって落としてるのかっていうところを今後ちょっと見ていきたいんですよね。